俺でも一個ムカつくのあるわ。関西の女がさ、標準語嫌うの。なんかさ、ね、この中でさ、関西の女いる。ちょ、関西の女は本当に、ちょっと、手挙げて。ちょ、マジこれネタとかじゃなくて。関西の女ちょっと、教えて。私関西の女の子だよ。はい、あ、痛い。お前か。お前本当に関西の女。あのさ、俺一個マジムカつくのがあって、関西の女って可愛い女多いじゃん。関西の女って可愛いじゃん。なんかちょっと派手で。あのさ、なんか俺一個ムカつくのがさ、あいつらなんか知らないけど、標準語をさ、私マジでなんかあんまり受け付けない。っていう文化あるじゃん。関西の女笑うときにバンバン手叩くからクソだよ。お前関西の女なの？俺、なんかあれだよ、女で、女ってマジクソだよなって言ってるやつは、俺が普段ディスってる女よりめっちゃ嫌いだから、それお前ほんと覚悟しろよ。おめえの家まで行って俺ほんとに燃やしに行くからな、お前のこと。ことと次第によっちゃ、俺を犯罪者にするなよ。頼むからネカまで会ってくれ。どっちなの？どっちなの？まずそのお前の返答次第で俺の今日のモチベーション変わってくるから。関西の女っていうか、そもそも関西人が関東の人間嫌いだからね。そうなの？関西の人って関東の人嫌いなのね。それなんでなの？劣等感なの？劣等感感じてんの？なんで？シティボーイだから、東京の人が。なんでなの？ライバチちょ、俺、関西の女のムカつくところがあって、男はそういうことあんま言わないんだけどさ、女ってさ、なんかその、彼氏にするときに、標準語で喋ってるやつは、なんか受け付けないってやつがめっちゃ多かったのね。めっちゃ多かったの。で、よくよく考えたらさ、関西弁ってかついてんじゃん。関西弁って要は、方言なわけ。地方の言葉なわけよ。標準語って日本全国の、標準的な言葉って言ってんだから、てめえらが合わせろっていうのは、これ俺の、主張じゃなくて国を、そう、俺に文句言わずに、安倍晋三に文句言えよ。標準語って歌ってんだから、てめえら合わせろって俺思っちゃうわけ。関西弁ってな、秋田弁とかさ、なんていうの、博多弁とかってやっぱ、方言なわけだから。俺は、そこはセットに主張したい、していきたいね。関西に発信していきたい。俺好きだよ、関西弁。女の子が関西弁喋ってるの好きなんだけどさ、なんでおめえら、なんか、あれなんだよって。標準に合わせろよって。少なくとも俺と喋るときはてめえ標準に合わせろよって。アメリカ行って、なんでてめえら日本語喋ってねえんだバカ野郎って言ってるのもんで、てめえアメリカ来たんだから英語で喋れよって。何言ってんだバカ野郎っていう空気を頼むからみんなで発信してって。何がマクドだよって。あれこれ死んだのかもしれない。もしかしたら、自殺したのかもしれない。俺はすごく憤りを感じますね。憤りを。自ら命を絶ったか。仕方ない。人は儚いものだからね。人は、儚いものだから。お前立山じゃないんだよ。別に俺立山は全然誇ってるよ。田舎だけどいいところあるじゃん。で、俺標準語喋ってるから、標準語。標準語。おい、ちょっと待て！ちょっと待って、今なんかムカつけてきた。関西舐めんなよ、東京の数、うっさいボケ、この野郎。てめえ、録音したかんな。おめえ、二度と関西に。てめえ、二度とお前、あれだかんな。笑いなくしちゃっかんな。お前、少なくとも、ニコニコ動画でてめえの居場所なくしちゃっかんな。お前、見とけよ。猿が、この野郎。てめえ、標準語喋れねえ猿が、この野郎。おめえ、あれだかんな。俺の放送来ててめえ、関西弁喋ったら、お前、ぶっ殺すかんな、お前、ほんとに。おい。てめえ、関西弁喋んじゃねえぞ。今日おめえのコメントずっと上。お前が関西弁捨てるまでてめえのこと晒し上げて、しかも無視し続けるからな。なまりなくせやお前。俺の放送じゃ。標準弁とか拾ってた。なんだてめえ標準弁ってお前。なんだ標準弁ってや。てめえに日本、お前に息の仕方から教えてやる、あれはないからな、俺に優しさは。あんな標準弁って。標準弁喋るやつ聞いねえんだよ。え、関西って標準弁って喋ってんの？標準弁って言ってんの？わからんわ。わからんわ。
俺だって別にあれだもん、標準語を否定してないもん。いいなって、日本の文化だなって思うもん。何が標準弁だよ。だからネットだとしかもさ、なんていうの、イントネーションとかが伝わらない、抑揚が伝わりづらいからさ、ネットで何、関西弁使ってるやつって何、なんじゃいまとめたろとかやった方がいいんじゃねえの。にちゃんのまとめサイトとかに常駐した方がいいんじゃないか。別にいいじゃん、なんていうの、普通に面白いですねとかで。文字に起こしたら分かりづれって。関西ってなんで強気なの。いや、それは別にいいじゃん。なんかでも、それとこれとは別じゃん。正直さ、関西のやつはなんか面白いなって、ノリもいいし、俺思うんだよ。で、そこだけ引っかかるんだよ。なんか知らないけど、言葉でなんか突っかかってくるっていう、特に女の子、そういうイメージがすげえ強いんだよな。すげえ強いんだ。それでなんかすげえ振られるっていうかさ、見れへん。異性として見れへんみたいなこと言われて、格好つけてるように見えるみたいな。知らねえよと思って。ええんやでとかマジで嫌い。それは別にいいじゃん。ええのんか？ええんやでみたいな。どんでんてめえディスってんじゃねえぞ。ええんやでっていいじゃん、それは。俺はちょっとね、その文化だけは絶対に負けたくない。ネットで関西弁使ってるやつは 100% 関西人じゃない。あ、そうなんだ。ええやでなんか使わねえよ。そういうもんなのかな。ようわからんわ。いかんのか？ええんやで、みたいな。あれ、なんで関西弁なんだろう。俺よく2ちゃんのまとめさで野球だけ見るんだけどさ。野球スペースまとめでよく調べて。南J プライドをよく見てます。みんな関西弁だからなんでみんな関西弁使ってんだろうなと思って。俺書き込みとかはしたことねえからだよ。そこの域までは達してない。あ、猛虎弁って言うんだ。猛虎弁って言うんだ。あそこはクソゴミじゃん、そうなの。なんか興味には別に友達じゃねえし。見てる分には面白いし。